どうもこんにちは。今日はですね、ついに 3DS の方をね買ってまいりました。給料日なのでやっとね、発売日にちゃんと買ったポケモン X がやっとできます。長かった。僕がポケモンを発売日にプレイしなかったのは一番最初のレッド以来ですよ。でね、こっちもね合わせてね買いました。液晶の保護フィルムですね。最初はねいらないと思ったんですけど、調べたらタッチスクリーンの方、そこを酷使するゲームをやるときはこれがあった方がいいみたいなこと書いてあったんで、まあ、買ったからにはポケモン以外もねやろうと思ってるんで、なんか北張りってのがいいっていうのをね結構見たんでね、これを買ってきました。ではね、開けます。買った色はねメタリックレッドを買いました。開けます。はい、まあね、DS の詳しいこととか別にね言わなくても大丈夫でしょう。本体です。おお、かっこいいな、これかっこいいです。かっこいいな、これすごい。おお、なんか重い。これがね、僕がずっと使ってたね初代 DS なんですけど、いつ買ったかな、12ぐらいかな、発売したその月に買ったんですよ。もうすぐだから9年ぐらいこれ使ってますね。使ってましたね。ほぼポケモンでしたけど、これもこれよりちっちゃくて、これより高性能なんですか。すごい時代ですね。ソフト何入ってんだろう。ちなみに DS に入ったソフトこれでしたね。ポケモンタイピング DS でした。これ結構最近買ったやつですね。ではね、お風呂場で保護フィルムを貼っていきます。はい、貼れました。ではね、こちらでポケモン X やりたいと思います。でね、今日動画とかもねやってみたいんですけど、なんせね著作権が怖いんでね、僕あとねやり方もねよく分かってないんでね、パソコンになんかね画面映したりとか、あとマイクとかも買わなきゃいけないんでしょ。だからね、ま、今回はね僕のリアクションでお楽しみください。これをこれに、でどうするんだ、このパワーっていうのを押せばいいのかな。何も起きないけど、あれ、あ、ついた。